江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国油田の話でございます。韓国が油田と主張する7つの有望構造、3つはすでに事業性がないということで、前回の動画でですね、ウッドサイドというオーストラリアのかなり大きい世界的なこう石油開発会社がこの韓国の日本海の、こうところを調査してこう採算性がないというような評価をして撤退したという話あるんですけれども、韓国政府がいやここじゃなくてちょっとこっちで、こっちなら油田取れるんじゃねみたいな感じでちょっとずらしたんですよね。でその箇所が有望構造っていう場所なんで、有望構造、有望なこうところっていうのが何箇所があるんですけども、それが7つあるんですよ、有望な場所で。3つはすでに事業性がないということで、それでは見ていきましょう。くーちゃんお願いします。政府が石油が出る可能性が高いと発表した7つの地点のうち、ダイゲ・ズワイガニという意味とハサミと呼ばれる2つの地点について、オーストラリアの企業がすでに分析を行い、事業性がないと判断していました。さらに唯一可能性があると見られていたダイゲについても、精密な分析の結果掘削しても経済性がマイナスという結論に達し、事業を撤退したことが確認されました。記者、2022年4月に発表されたウッドサイドの合併前の報告書です。東海探査地域であるダイゲとハサミが言及されています。掘削直前の段階で有望構造に至る確率はハサミが 25% に過ぎません。ダイゲは 75% と見込まれました。しかし有望構造に至る前の潜在構造であるため、いずれも事業性がないとみなされました。これについて渓谷石油公社は、ウッドサイドが有望構造まで分析できずに撤退したと述べました。しかしウッドサイドが渓谷事業から撤退する前にダイゲが有望構造になると仮定して精密な分析を行ったことが確認されました。ウッドサイドの合併前の報告書です。石油の埋蔵可能性、掘削失敗の費用などを考慮し、ダイゲを含む有望構造として見なせる全世界の7カ所を分析しました。オーストラリアのジェントリーとノースイーストの2カ所の有望構造だけが EMV 分析でプラスと出ました。 EMV は期待金銭価値を意味します。分析結果がプラスであれば投資価値がある経済性の高い地域を意味します。渓谷のダイゲを含む他の場所はマイナスであったため経済性がないと判断されました。キム・ガプスン渓谷会計学会会長、 NPV 純現在価値がマイナスであるということは、投資したお金すら回収できないという意味です。だから投資する理由がありません。ウッドサイドは当初7カ所全てが経済性があると見ていました。しかし外部機関の評価と自社の分析結果を再検討し、最終的に経済性がないと判断して渓谷事業から完全に撤退しました。アンカー、ウッドサイドが探査したダイゲとハサミ以外にももう1カ所、オチンオという場所がありました。これは今回の政府発表後、重要な地域として挙げられている場所です。このようにして政府が有望だと発表した7カ所のうち、少なくとも3カ所がすでに探査されたことが確認され、いくつかの疑問が浮かびます。記者、ウッドサイドは四半期ごとの報告書を通じて石油探査の進捗状況を公開してきました。2019年第4四半期の報告書で、オチンオ、イカの意味という単語が初めて登場します。ウッドサイドが東海探査工区の権利を10年間延長した時期です。8工区と6の1工区北部地域にまたがる6093平方キロメートルのオチンオ地域に対して 3D 調査を2020年第1四半期に開始する予定と記載されています。翌年の2020年第1四半期の報告書では、オチンオの 3D 調査が延期されてとされています。その後、2021年の決算報告書で、再びオチンオが登場します。2021年5月に、オチンオ地域の 3D 調査を終了してと述べ、2022年の計画には、有望性を確認するために、渓谷 3D データを分析すると書かれています。クアク・ウォンジュン
渓谷石油公社主席委員ウッドサイドは2021年この地域で以前の500平方キロメートルのほぼ4倍の規模となる2000平方キロメートルの大規模な 3D 探査を実施しました。この報告書を最後にオチンオという単語はウッドサイドの報告書から消えました。データを分析した結果は記載されていません。ウッドサイドは政府が発表した7カ所のうち、ダイケ、ハサミ、オジンオの少なくとも3カ所を精密に分析しましたが、最終的に撤退を決定しました。アンカー、オジンオの場合はすでに探査されていた事実が今回初めて確認されましたが、経済性の評価はありましたか？記者、ありません。2019年から2021年までの四半期報告書には、オジンオを探査中とありましたが、評価は見つかりませんでした。確実に言えることはないですが、最終的に警告事業から完全に撤退したため、ダイエ、ハサミと同様に経済性がないと判断された可能性があります。アンカー、政府が石油が出る可能性が高いとした7カ所のうち、少なくとも3カ所はすでに検討された場所ということですね。残りの4カ所について政府は明らかにしていませんか？記者、その通りです。東海の A18 コークと6の1コークにまたがる場所に関して、政府は一部の名を明らかにするだけで、正確な位置は公開していません。これまで7カ所のうち、ダイオウクジラ、オチンオ、メンタイが紹介されました。JTBC がウッドサイドの報告書から、ハサミとダイヤを見つけ、さらにオチンオがウッドサイドにより検討された事実も確認しました。アンカー、ウッドサイドは、渓谷のダイヤを含めて他国も含む7カ所を経済性の観点から分析しましたが、ダイヤのようにマイナスの評価が出たものの、事業を続けた場所はありますか？記者、はい、前述の政府が発表した7カ所とは別の場所ですが、ウッドサイドが世界中で関与していた有望構造の7カ所のうち、セネガルが確認されています。そこも経済性がマイナスと出ましたが、事業は今も続いています。最後の内部検討で意見が分かれたようですが、どのような要因があったかは確認できません。アンカー、マイナスの評価が出ても事業を続ける場所がある一方、渓谷のダイヤについてはそうしなかった理由も気になりますし、ウッドサイドが撤退した3カ所について政府は石油が出る可能性が高いと1年後に異なる判断を下した理由も気になります。政府は説明していますか？記者、渓谷石油公社はアクトジオがウッドサイドから引き継いだ探査資料と石油公社の独自の探査資料を総合的に分析してと説明しました。アンカー、そのようにして検討された資料に私たちが見つけたウッドサイドの合併前の報告書も含まれていますか？記者、石油公社にこの報告書の存在を知らせ検討したかどうかを尋ねましたが、何の回答もありませんでした。アンカー、多くの疑問が浮かびますが、政府は一部の資料を非公開に切り替えていますね。記者、情報公開ポータルで、ダイオウクジラ関連の契約情報が、部分公開から非公開に変更されました。え？ユン・ソクヨル大統領が発表した後も公開されていた資料が、メディアの検証が始まると同時に、保安を理由に非公開に転換されました。隠してんだ。はい、それではですね、こちらに対して、警告の反応いってみましょう。はい、それではですね、1人目こちら。オーストラリアの最大の石油開発企業が可能性がないと判断してすでに撤退したのに、信じられない無名の会社アクトジオの根拠のない掘削成功率 20% の主張だけを信じてバラ色の見通しばかりを出しながら否定的な世論を覆そうとするとは、国民がこんな茶番を信じて納得すると思っているのでしょうか？野党は一日も早く国勢調査に入り、腐敗臭が漂う現政権とアクトジオの癒着を徹底的に暴いてほしいです。1298-33。資料を作成したウッドサイドは否定的なのに、その資料を見たアクトジオは肯定的だと言い、ユンとその一味はアクトジオの言葉を信じている。そして今は資料を非公開にしています。これは一体どういうことですか？自分たちも潔白ではないから資料を非公開にするのではないですか？582-8。掘削費用5000億ウォンで腐敗検知が取る分は300億ウォンくらいですか？350-0。そうだな、ウルサンの沖合に大規模なガス、石油があるとしよう。でもガス、石油の商業生産には2035年はかかるという。電気自動車と新再生エネルギー発電で化石燃料の需要が減り、現在1バレル80ドルの国際原油価格も5年後には50ドル以下になる可能性が 90% 以上だ。
無条件に産油国だといい、生産原価を無視してサムスン電子の時価総額の5倍というのは何を言っているんだ。ウェルサンの沖合の深海油田は採掘原価が最低でも50ドル以上かかるのに、政府はトレンド予測を省略して事業を進めるのか。大陸棚ではなく東海の深海油田は埋蔵量の有無よりも採算性、経済性がジレンマになるだろう。344-22。血税を浪費する前に、アクトジオも国勢調査や特権で徹底的に調査してください。308-8。もし、自分の家、自分の土地に設計施工を依頼するなら、世界の有数の企業を置いておいて、税金も払わず事業が停止された一人の企業に、自分のお金を数十億ウォンも払うでしょうか？それは狂った人です。もう一度尋ねますが、あなたのお金でこの事業をするならやりますか？たった1000ウォンでも惜しくて、詐欺師の無資格者がどんな詐欺をしようとしているのか。警察に訴えるでしょう。これが正常です。ましてや、国民の血税を、そんな人に何を見て任せるのか。その国でも資格停止された人を、我々国民はバカではありません。73-1。詐欺師が大統領になって、権力を振り回し、法と正義を壊している。そこに、税金で裏金を取ろうとしているのはジョン・ド・ファン級だ。早く引きずり下ろさなければならない。54-1。ウッドサイドをバカにしているのか。超単位の税金がかかる事業を法人税もまともに払えない企業に任せて国民はバカだと思っているのか。株だけ食い物にして終わり。32-0。無能な者が運よく統治することになるとこのようなことが続く。解決せずに積もるばかりだ。偉大定員、バイデン、プサンエキスポ、ジャンボリーに汚物風船。何一つ解決せずに積もるばかりだ。31。何を言っているんだ。詐欺だというのに数千億ウォンがかかる事業を年間売上3700万ウォンの一人企業に任せるって、狂っているのか。道を歩いている野良犬に聞いても詐欺師だと言うだろう。17-0。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。この辺か。はい、いや、わずかな希望を持って掘ってみましょうよ、かっこ笑い。残り4つは実現性がなかったりするんか。採算性ないと言われてもまだまだしつこいやつらだよな。まあ掘れば出るんだろうから掘ってみたら、あとは知らん。掘るなよ掘るなよ言うたら掘るかも。あのね、石油が出ても使えない石油ってものがあるんだよ。アメリカは世界トップクラスの産油国なのに、使い物にならない原油が多いから輸入に頼ってるんだよ。米国の衛星技術を借りてダメと分かったんだから、そろそろ諦めろよ。少ない税金を使いすぎだろ。もっと一人親方を信用してやれよ、わら。渓谷さんの羊さは分かりますが、これでお金使いすぎたらお国がやばそうなんですが、わら。自分らで掘る技術ないなら専門家の言うこと聞きなさいよ。万に一つそこに油田があったとしても掘れないくせに。もしかしてムンちゃんにあげられた捏造資料を言うが見て、掘るってもうタントちゃう。資源があることが目的になってんな。採算はどこ行ったんだ。お前らはそこの場所頑張って掘ってね。日本は第7コーク単独で掘りますので。南には資源は何もないって何回教えてやっても理解できない韓国兄さん。そもそもこの案件ってムンムンの頃からのことなんじゃないんか。法人税も真帆に払えない企業、ソフトバンクのこと言ってる。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。